てね。その前に私たちからお知らせがありますので、まず聞いてください。じゃあまずキントさんね、大事なお知らせがあるんだよね。今月は、はい、皆さん改めましてこんにちは。こんにちは。はい、まあ、本日のまずキャスト紹介からいこうかな。はい、戦闘兵ワスラー。拍手ありがとう。はい、それでは文外大将イチアキラ。今日のトップは初登場雷獣ピタゴロ。そして僕精霊奉仕イチアキと、大事なのを個人的なことで恐縮なんですが、今月でイチアキとは活動7周年を迎えます。なかなか今日ができなかった、今日がやりたくてもできないって期間が長かったので、この突破で定期的に今日をやらせていただけるようになるのも随分時間がかかりました。今こうやって年に数回皆様と会えるのが何よりもすごい楽しみになっています。これからも応援よろしくお願いします。はっきりさん、告知ってあるのか。はい、まず来週ですね、東京の方の、渋谷区笹塚の方にのシアターで、なんとか、何笹塚って言ったっけ、笹塚ファクトリー、笹塚ファクトリーという劇場で、笹塚のご当地ヒーロー、笹塚リンというヒーローがあるんですけど、そこのステージに入場出演いたします。このステージはですね、特装戦隊デカレンジャーで、デカマスター、地球所長の声をやった稲田哲さんとか、ダイレンジャーを演じた方とか、すごい特撮ヒーローに関わった方がたくさん出てる、すごい豪華なステージになってますので、ヒーローが大好きっていうお方はぜひ来週笹塚でお会いしましょう。はい、そして次回は春ごろだね。春ごろ、そうです、ショーの方は春にまた告知させていただきます。ホームページございますのでよろしくお願いします。はい、皆さんまたこの突破でお会いしましょう。はい、ちなみに午後2時からもう一回ショーやります。よろしくお願いします。はい、それとですね、お姉さんからお願いとかお知らせなんですけど、実は私たち土地のキットを運営している栃木最盛期っていう団体があるんですけれども、こちらの方で今メンバー大募集してます。メンバー大募集してます。私たちみたいにこうやってキャラクターを演じたりとか、お姉さんみたいにいろいろ喋ったりとか、何か土地のキットのお手伝いしたい、参加したいっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ連絡ください。18歳以上の方ですね、ホームページから応募できますのでよろしくお願いします。こちらのチラシですね、大人の方にお渡ししますので、はい、もらっていただけるとありがたいです。でお子様にはこちらの土地のキットの特製カードですね、この後握手撮影会でお配りさせていただきますのでよろしくお願いします。じゃあ大丈夫かな、キットさん。ただね、はい、それではこれから握手撮影会始めたいと思いますので、ちょうどこう土地のキットって書いてあるところ、こちらのテントで握手撮影でお希望のお友達、こちらの方に並んでください。そう、敵さんもね、いるからね、みんな優しいから。はい、一列ずつね、やっぱやっつけたから今日はおとなしいからね。お家の方カメラをすぐに出していただいて、撮れるようにしてあげてください。